いやちょよー、ライクションでーす。ということで、今日もやっていくんですけれども、今日はね、まあなんとと、今日の動画は2本とも展開到達した、リップ解説と、展開からの生マルチみたいな感じでやっていきます。で、今回の動画は、展開に到達したリップ解説ということで、いきたいと思います。ということでね、まあ今はグローバル109位。うん。まあまあ、結構、俺にしてはペース早いんじゃないかなと思いますね。で、まあこんな感じ、戦績は、サイトで見たんですけど、このデッキに変えてから、11戦かな、やってて、72% とかだったんですよ、勝率が。なんで、多分、8勝3敗かな。多分ね、俺の頭が悪くなければ、8勝3敗だと思います。って感じで、まあ、めっちゃ強いですね。このデッキももともと何ぞやって話なんですけど、TV とかでめっちゃ流行ってるんですよ。本当に探したらパッと。しかもこれ見て。これ、ちょっと関係ないんだけど、これ俺また TV に乗って、マキリプが乗ってるんですけど、これ、俺、マジで、今まで10回、15回くらいかな、多分 TV に乗ってて、1回も、今までね、ほんと1回も、勝ちリプが乗ったことないんですよ。マジ、もうやばい、ほんと。これ、ラブって人とか、これはいつもなんか代行な、多分中身が、なんか違うのかな、わかんないけど。とか、これ、この人ね、この人、普通にグロ1位取ってる、人とかも、このデッキ使ったりしてて、めっちゃ鼻かい。めっちゃ鼻、もうエブリデイ鼻かい。本当に。って感じの、めっちゃ今、マルチで流行ってるデッキですね。これ。まあ、多分、普通にマルチで勝てるってことは、グラチャリでも普通に強いデッキなんで、まあ、ぜひ使ってみてください。という感じで、リップ解説。まあね、で、この、展開昇格リップなんですけど、奥さんってなんかあれですけど、もともとこの人、ホグファルチェで有名な人で、まあ、で、しかも、ツイッターとかでね、結構 FF 内の人なんですよ。うん。なんで、正直、この人からも、なんか、やめよっかなって言われて、その人の周りの人からも、なんか、お前常識ないんかよとか、まあ言われたんですけど、まあ、そう、自分なりに考えた結果、まあ、まあね、ここで、もう俺のやりたいようにやろうかなと思いましたね。はい。ということで、まあ、奥さんには申し訳ないですけど、リップ解説していこうと思います。ということで、この、とりあえずね、まあ気にしないでいこうかなと思いますね。まあ、これに関しては本当に多分賛否両論があると思うんですけど、この、はい、2.6、この人はまあ日本人なんですけど、2.6 ホグ、ジャイどうだったっけな、めっちゃ接戦のやつか。2.6 ホグ、あとどれでいこう。どれでいこうかな。2.6 ホグと、じゃジャイとこの昇格戦でいきます。これなんかね、できるだけテンプレに近いデッキを解説したくて、このデッキとか結構いるんですけど、テンプレに近いデッキなんですけど、このなんかもうジャイスパーキーとか、しょうがない。もう、なんかこのデッキでジャイスパーキーとかこう立ち回るとか、まずジャイスパーキーがいないんで、しゃあないんですよね、解説しても。ってことで、とりあえず、最初に 2.6。で、このデッキ基本的には墓石があるとはいえ、まあ、どうなんだろうな。相手がファイボなんで、言うて、まあ、襟次第かな。ゴブかな、コウモリいるから。相手コウモリに対してファイボでしか、ファイボかアイゴレホグでコウモリとかすか、後からアイスピー焚いて、ホグの防衛に出したコウモリを3、4匹ぐらい。うん、アイスピーでしばくってことぐらいしかできなくて、とりあえずホグの防衛にアイスピー出しておけばいいんですよね。うん。まあ相手初手も悪かったですね、これ正直。うん。で、とりあえずここでアウトローステパかな。ステパしていき、まあファイブ来い、ファイブ来いと思っててね、この時。まあファイブが来たんで、よしよしっつって、ここで、ロイフグセパとコウモリかな。コモリもセパ。うん。これが普通にファイボーない時にね、やられたらめっちゃだるいんですよ、正直。まあ、建物があるからまだ、こうやってしのがれちゃうんですけど。そうそう。で、この時めっちゃ墓石構えてて、ホグ来る、ホグ来ると思ってたけど、相手もね、あっちのホグがちょっと残ってて、こっちに必死になってたんで、まあ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 って感じで。まあ、とりあえず、俺こうやって右手で墓石を構えつつ、左手で、あれしたね。今、ゴースト左後ろから確か出るんですけど、
ポーンってゴースト出て、また右手で墓石を構えておくっていう、このね。はい、構えてたんで、すぐポンと出して、この位置ね、ちゃんとすぐ出さないとこの位置に釣れないんで、では、この位置に出していき、両方のサイドから打って、まあ、完封と。いう感じで、ここからまた俺の時間が始まりますね。とりあえずアウトロセパ。まあ、これには、ファイブを打たれて、むしろ打たれて美味しいまであるんですけど、相手はロイホグと、マジアチャ、どちらかに絶対ファイブを打たなきゃいけないんで、ここにはもう絶対二度とファイブを打ってこないですね。で、これで、先にマジアチャを出していき、ロイホグ。もう、どっちかにファイブを打たなきゃいけないっていう状況を作り、どっちかに打たなかったらどっちかが刺さると。このマジアチャもマスケを処理しつつ、マルタ。うん、この丸太もね、ちょっと遅かったですね。判断悪かった、正直。うん。で、ここもまたアウトロセパかな。墓石は一生手札に持って、ホグ用に温存していき、アウトロセパ。で、ここもちょっとでもダメージ稼ぎたいので、チャクッと入れて、ポイズン。うん。まあ、マスケは徹底してポイズンで消さなきゃダメですね。本当に残ったら、マジめんどくせえんで。はい。で、まあ、ファイボン切って丸太も切ったんで、こんな感じで。スケとかね、その今対したコウモリはアイゴレないからって言って手札読み間違いとかじゃなくてアイゴレあったんですよ、相手に。なんですけど、そのミリ残りのガールにスケを出してくるかなと思って、それスケ読みのあれだったっすね。で、ここもちゃんと墓石構えててファイボに巻き込まれることなくギリギリ範囲の外に置くことができたっすね。で、これで延命されたらめんどくさいんで、とりあえずゴーストで早めに消していき、ロイフグセパーからのコウモリ、アイゴレをあっちに切ったんで左のサイドに固め出して、今度はコウモリを切っていきました。で、相手のアイゴリが間に合わなくて、ここでめっちゃ削るっすね。で、とりあえず、はい、ドンと置いていき、ここでグッドゲーム。まあまあ、ポイズン圏内入ってるんで、ポイズンはカンストダメージは312なんで、で、丸太が123っすね。なんで、2つ合わせて、435っていうのだけは覚えてて、まあまあまあ、そんな感じ。まあ、とりあえず、ポイズン打って、GG と。まあ、2.6 は、そうっすね。襟、攻めすぎたら、絶対、なんだろう、マスケ、なんだろう、マスケ、アイゴレ、ホグとかされたら、で、墓石出して、墓石に丸太とか打たれたら、もう絶対何したって通っちゃうんで、正直。で、望遠出したアウトロにファイブを打たれて、コウモリをマスケで打たれてみたいな感じで、なんで、攻めすぎなければ勝てますね。ちゃんと、その、どちらかにファイブを打たせるっていう、なんかね、その、端前マジアチャとお客サイドにロイフグとか、そういう感じで やればいいと思います。はい、ジャイ。ジャイもね、言うて、でも5ジャイだったら、ちょっと相性いいかな。多分、墓石がある分、5に、なんだろう、墓石に3コスに対して6コス使わなきゃいけないんですよ。墓石に5を打ったとて、スケが残るんで、スケにもうザップとか打たなきゃいけないんで、まあそうなんですよね。それか、ジャイが一発殴ってから、ウッドを転がすとか、そんな感じになりますね。で、これウッド転がしてきたんで、とりあえず、セパだっけなぁ。セパして、左にマジアチ出して、このメガゴを処理と。で、メガゴが、あのロイフグに釣られて、あっち側に歩いていったら、そのロイフグごとね、あ、違う、メガゴとタワーを貫けるんで、ほら、これも。マジアチャ、マジアチャ一発140なんですよ、カンストマジアチャ。やばいっすよね、普通に。そうそうそう。で、これでゴーストで、あっちの縦付けを処理していき、もうハンター強要っすね、これは。しゃあないっす、マジで。で、ここのコウモリ。もうハンターで全部抜かれた。マジ最悪だと思ったね、これ。ほんと相手の2コス使えられたんですけど、相手が撃とうかな、撃たないかなって時にハンターがバーンって言って、あ、ラッキーみたいな感じですね、相手からしたら。もう最悪でしたね、ほんと。よいしょ。そうですね。まあ、とりあえず、こんな感じです。今、黙っちゃってね。もうなんか、どうなったんかなみたいな。こんな感じになっちゃって。今、ちょっと黙っちゃったですね。で、こっちには、別に、このサイドは、何削られたとて、2200のね、サイドがめっちゃ削られてるんで、同じぐらいまではダメージ許容して大丈夫ですね。で、まあまあまあ、という感じですね。めっちゃ鼻がかいいな。めっちゃ鼻かいい。なんでだろう。で、このジャイ、ポイントなんですけど、こう丸太を端っこに打ってノックバックさせて中心に寄せる。これでマジアチャ今3発入れたっすね、タワーに。そう、本当は入らない軌道なんですけど、丸太転がしてずらしてとか、そういう感じでも丸太使えるんで結構、丸太上級者っすね。
いやー、きつい。ここめっちゃきつかったな、ほんと。ここも一発も絶対入れたくないんでね、ロイホグ。先にゴースト出しとくことによって絶対めんどくさいんですよね、相手が。そうそうそう。これでまあね、めっちゃ入っていくんで、コウモリ連盟していき、アウトローと。よいしょ。で、ここはもう相手がファイボ切ったんで、で、こっちのタワーがもう、自分のタワーがファイボって292なんですよ。なんで、次ファイボ打たれたら終わりなんで、もう攻めるしかないという感じで、相手もファイボないんで、ギリ通って GG という感じですね。危ねえ、危ねえという感じです。まあ、ギリ勝つことができて、まあ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 。こういう試合は TV に乗ってもいいと思うんですけどね。全然乗らない。本当に。で、最後、奥さん。これが、展開昇格かな。戦で、まあ、本当ね、この人はいい人なんで、なんか今更フォロー入れてもっていうあれなんですけど、まあマジで、なんかね、まあ、不快に思われちゃうかもしれないですけど、まあ、あれかなって。とりあえずこれで、墓石を置いていくと。で、ここで、ここなんですけど、なんでコウモリ、ゴーストって、消えてる間は盾になんないんで、後ろからコウモリ足す意味ってないじゃないですか。でなんでコウモリを足したのって言うんですけど、相手の今、初手にね、結局、バルキリー、ゴブリン、ロケット、ファルチェで、なんだろう、ゴーストに対してちゃんと守れるカードがバルキリーしかいなかったんで、バルキリーだったんですけど、よく俺このゴーストの後ろにコウモリ滝ってやるんですけど、ゴースト単体って一発殴ってから吸い込むだけでキング起動できちゃうんですよ。で、ロイホグってやっぱセパとかやりたいんで、キング起動させるとめっちゃダメージが減っちゃうんですよね。なんで、最悪でも、キング起動されるまでには、なんだろう、半分ぐらいは削りたいって、俺の中の、まあ、俺の中の、なんですけどね、答えっていうか、まあ考えがあって、なんでその、よく、スケラ相手とかにも、アイスウィズ逆サイ見た瞬間にゴースト飛ばして何もしてこなかったら、もうトルネの構えなんですよ。で、そこで、後ろからコウモリ足すことによって、ゴーストをキングに吸い込むと、ゴーストがずっとなんか実体化するっていうか、対応を取るじゃないですか、タワーの。で、コウモリ5体がめっちゃタワーこうやってバーンって殴るから、相手も結局、ゴーストとコウモリを含んで、後ろに下げるしかなくなっちゃうって感じなんですよ。で、まあ、この時は、まあ、相手の初手にトルネードがなかったんで、結局はバルキリーを出したかったんで、結果論で言えば今のコウモリはいらなかったです。けど、まあ、本当にね、なんか初手でゴーストでキング起動されるってマジでなんかつまんないんで、なんで、される前には、とりあえずこれね、ゴースト、絶対ゴブリン出てくると思ってゴーストやっていき、で、これでマジャチャ足して、迷って、うん、助かっつって足していき、あっちはコウモリで、まあ、ギリ守ると。これも貫いて、ワン、ツーと、いかなかったですね。まあ、とりあえずこんな感じですね。で、ここどうしよっかなーってこの時に考えて、まあ、アウトローを切ったら、相手はバルキリーは、そのロイフグリーン取っておかなきゃいけないんで、アウトロー左側にセパして、右側にセパしたら絶対ロケット飛んでくるんで、左側にセパして、それでファルチェが来るだろうって感じなんですよ。で、ファルチェが来て、トンと来るんですよ。で、そこでファルチェにポイズン打って、で、相手がロケット打ってくるという感じですかね。基本的な動きは。まあでも本当なんもないタワーに、こっちはファルチに対してポイズン。相手はなんもないタワーにロケット打たざるを得ないんですよ。もうコンテフタ的に。何も切るもんがないんで。なんで、まあ、こんな感じです。で、俺はゴーストを出していき、マジアチャを構えると。バルキリーを見て、マジアチャを。もう俺はこの攻めは、もうロイフグで削る気はなくて、ロイフグなんか一発取ればいいなと思ってて、これでも、さっきもバルキリーとトルネードで確か守って、ん?さっき守ってないか。でもなんかもう完封してくるだろうなって、バルキリーマルタとかで完封してくるだろうなと思ってて、もうバルキリーをマジアチャで貫いて削ろうって考えてたんですね、この時は。で、ここもマルタで、ちょっと違う、この、左側に下げていき、そのタワーにね、何発か入れると。もうマジアチャ削りデッキですね、これ、本当に。もうロイフグが通らないと思ったら、相手が、ロイフグ出して、相手が出してきたゴーストとかをマジアチャ貫いて削るっていう、そういう考えもありですね。で、ここも一発入っちゃう。いて。で、これもゴースト単体投げて、相手はもうバルキリーで受けるしかないんで、マジアチャで削ると。で、ここ丸太で、ずらして、オッケー。めっちゃ削っていく。もうこれ今、マジアチャだけで800削ったっすからね。800ってやばいっすからね、本当に。で、ここも、墓石間に合わなくて、めっちゃダッシュでやって、
で、ここは思ったんですけど、めっちゃ考えてて、この打たれてる時にポイズン打とうか迷ってて、マルタポイズンで435なんですよ。2残っちゃうんですよ。でもマルタポイズンマルタしなきゃいけないんですけど、手札にポイズンしかなくて、なんで、なんならじゃあロイフグ飛ばしようかなと思って。相手が無視してきてって感じですね。とりあえずこう、またマジアチャで削る。もうマジアチャで削る。とにかくマジアチャで削る。で、これ絶対ファルチェ来ると思って、はい、読み当たったーと思ったんですけど、普通に負けるっていうね。ええって感じっすよ。まあ正直、なんだろう。まあタゲもちょっと運悪かったですけど、まあこれ絶対墓石とコウモリ出してれば、完封できます。絶対に。で、これでコウモリ残ってるうちにロイフグ投げろーっつって。で、まあバルキリーが来て、まあ、マジアチャで削っていくと。恒例の。まあ、ゴブリン来ると思って、マルタ構えてたんですけど、全然、あれですね。で、コンマルタ来る、マルタ来ると思って、先にコウモリ出して、まあ、一発抑えと。このトルネも危なかったですね。相手もうちょっと早かったら、持っていかれたかもしれない。で、ここで、確か右にゴーストを流して、そうそう、こっからの攻め、この攻めで決まるんで、よく見せてください。ここで、ホグ来たんですけど、もう無視するんですよ、これ。無視して、このゴーストのタゲをアウトローで取って、はい、ロイフグとゴーストのタゲをね、どっちもキングも1400まで削れてるんで、どっちもアウトローでタゲ取って削っていくという感じで。まあ、これもし、アリーナタワー削れてなくても、キング落ちてるんで、まあ、GGですね。っていう感じで、こんな感じですね。まあ、本当に、なんだろう、このデッキは誰が作ったかわかんないですけど、似たようなデッキがいっぱいあるんですよ、結局。俺が途中までマルチやってたのも、このデッキで、で、まあ、今本当に多分マジアチャがトップメタなんですよね。ほんと弱、トップメタっていうのはなんかもう弱点がないカードっていうか、絶対なんだろう。メタが存在しないっていうか、まあ、結局ファイボがメタではあるんですけど、ロイフグと組み合わせることによって、ロイフグにファイボを打たないと、やっぱダメージが入っちゃうんですよね。そう。なんで、結局、端前マジアチャって、見てからファイブ打ったら結局もう3発ぐらい打ってんすよ。で、400、1発140なんで、3発打っちゃえば、420。まあ、普通にポイマルタぐらいですね。ポイマルタぐらい削っちゃうんすよ。同コストで。マジアチャにファイブ打たれただけで、もう、ポイマルタぐらい削っちゃうんで、やばいですね、マジで。なんで、もう本当にホグが通れない時とか、今のデッキだって多分ホグ、ロイホグで削った、なんだろう、一本目のタワーは多分ロイフグで削ったダメージよりもなんかマジアチャで削ったダメージの方が多いんじゃないかなって思います、ね、正直。もうほんとそんくらい今強いんで、まあそのうちこのシーズン来なくても次のシーズンぐらいはなんか攻撃速度か射程かどっちかで火砲が来そうですけどね。まあロイフグもしっかり。まあなんでとりあえず強いうちにね強いカードを使っておこうということで、まあとりあえず展開に行けたので、まあそのリップ解説ですね。まあ次はもうほんと次の動画では一回グラチャルでちょっとアップしていって展開からの生マルチをしたいと思うんでぜひ気になる方は見てくださいということでね。まあチャンネル登録やまあね毎日結構やっぱ見てくれると嬉しいですということでお疲れ様でした。